その分しぶとい。お前は手を出すな。なめんなよ、こんなの一撃だ。勝って。やっぱアーロンさんはすっげえぜ。ちゃ、出ちまうかよ。Fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not f***ing likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running sh** right, see. And I ain't playing games, I create my own lane. Making pleasure out of pain, Turning losses into gains. I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, Popping off and risking things. Gonna make a f***ing name. I just wanna be famous. But I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain. I just wanna be greatness. Going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend. Everything that you see is something I invent. And it's only a percent. I'm gonna take shots. If I miss all, forget it. I'll take a fat loss just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up, always stand tall, don't sweat it. I never back up, I don't miss a thing, I'll regret it. I'm always learning, you could call me academic. I'm always working, never been apathetic. Fat energy is like a poison, needs a antiseptic. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in
25台。はい。さて、こいつが相手だ。ブルあの残骸がなんだかご存知ですな。昔の都市。そう、古の都市の残骸。こいつらを見るたびに私は真の大いなる力を実感するのです。それに比べると人間なんぞ虫けら同然ですわ。けれども真を倒せるのも人間だけだと思います。良いお答えです。安心しましたぞ、召喚師様。え？失礼、申し遅れました。私はメイチェンというものです。スピラの歴史や、そうですな、真実の姿を知ろうと旅をしております。研究のため各地を旅しとるんですが、いやー痛ましいものですわ。どこでも人々の笑顔は偽りの笑顔。真の名を聞けばさっと消える。民の笑顔を本物に、召喚師様頼みますぞ。はい。ガードの皆さんですかな。召喚師様はご一行ですね。はい、ユーナと申します。ジョゼ討伐隊チョコボ騎兵隊所属のルチルです。同じくエルマです。街道の警備を任されております。この辺りにはチョコボを狙う大型の魔物が出没します。チョコボご利用の際はくれぐれもお気をつけください。わかりました、ご忠告感謝します。では我々は任務がありますので、これで旅のご無事をお祈りいたします。大型の魔物か。退治してやろうか。なぜだ。みんな困ってんだろ。みんな困っているか。なんすか。ジェクトもよく同じことを言っていた。あ、おかげで俺とブラスカはいつも面倒に巻き込まれてな。Yeah.
性防御。だからよろしくな。
この辺りにはチョコボを狙う大型の魔物が出没します。チョコボご利用の際はくれぐれもお気をつけください。どうせ俺なんて見張り役がせいぜいさ。皆さんですから。
チャWe'll be right back.
呼んだか？じゃあな。様ご一行か。あなたも召喚師ですね。ペルゲミーネだ。お前は？ユーナと申します。ああ、噂は聞いている。大召喚師の娘だな。とはいえ、見たところまだ駆け出しのようだが。ええ、まあ。なら、修行に協力してやろうか。え？お前の召喚獣と私の召喚獣で一つ腕比べといこう。一対一の勝負ということさ。何手加減はする。さ、どうする？やってみます。よろしい。では始める前に、お前の召喚獣は癒された。遠慮はいらない。来なさい。
若いのに大したものだよ。ここまでとは思わなかった。取っておきなさい。ご褒美だ。お前は筋がいい。たゆまず修行すれば真をやれるかもな。はい。でも私より先にあなたが倒してしまいそうですが。私には無理だ。え？いや、無理だったと言うべきかな。じゃあ。ではな、ユウナ。いずれまた会おう。お祈りいたします。召喚師様なの？うん、ユウナっていうの。ヒクリ。こんにちは、ヒクリ。ユウナ様、ナギセツ作ってくれる？はい、楽しみに待っててね。やったユウナ様のナギセツ、楽しみに待たせていただきますね。はい、頑張ります。ガードの皆様もご苦労様です。ナギ説って何？ナギ説はシンがいない期間のこと。召喚師がシンを倒してから次のシンが現れるまでの期間。ああ、シンは生まれ変わるの。そうか、変だと思ってたんだよな。ユウナの親父さんが10年前にシンを倒したんだろ。それなのにまだシンがいるのはどういうわけだってさ。でもさ、シンが生まれ変わるのを知ってて、それでもシンを倒すのは無駄なんて言わないでね。たとえどんなに短くても、真に怯えることなく、安心して眠れる日々。
何者にも変えられない。大切な時間を生み出すこと、それを無駄だなんて言わないで。あの時のユーナの言葉、よく覚えてるよ。
チェッ！エイス！終わりだ。
常にこうありたいものだ。
おい、試合見たぞ。俺感動しちゃったよ。惜しかったな、バッカ。何サボってるんですか？それは、召喚師様のご一行が。余裕があるのは結構だが、作戦準備は一刻を争う。わかるな？はっ、申し訳ありません。よろしく頼む。ああ、素直に頭を下げといた方がうまくいくんだよ。なるほど。ユナちゃん、俺たちは寺院から破門されたけど、いつでもあんたのことは応援してる。それは変わらないからな。ありがとう、ルッツさん、ガッタ君。でも、もしできることならこのままビサイドへ帰って。急ぎましょう、先輩。倒せば文句ないだろ。しかし、エボンの教えでは。しつこいな。あ、しつこいですか。どうかされましたか？召喚師様ですか？はい、ユーナと言います。お会いできて光栄です。私はシェリンダと申します。巡回僧を務めております。揉めてたのは例の討伐隊の作戦のことか？ルッツとガッタが言ってた大作戦のことか？機械を使うと聞いて、なんとか止めたいと思いまして。え？ん？なんで？ん？彼らは寺院が禁止している機械を使おうとしているらしいのよ。まずいっすよね。使えるものは何でも使えばいい。シンを倒せるとは思わない。倒せる倒せないの問題ではないのです。教えに反することが問題なのです。そうだな。でも討伐隊の皆さんは全く話を聞いてくれません。私がそうとして未熟だからですね。頑張りましょうね。私も駆け出しの召喚師でまだまだ未熟者です。でも自分のことを未熟だと言ってしまったらなんだか言い訳みたいだと思いませんか？そうですね。私、もっとしっかりしないと。ありがとうございます、ユーナ様。私、なんだかうまくやれそうな気がしてきました。
癒しの光を。ここで休んでいく。でもこれアルベド人の店っすよ。問題でもあるのか。アルベドは教えに従わないし、それにほらルカではあいつらユーナをさらったんですよ。ガードがだらしないからだな。アーロンさんはワッカさんの体調を気にして。俺は大丈夫だ。俺が疲れた。このリンさんの店はアルベド人経営の店。どうやら教えに反するものは置いていないようで。こんなにゆっくりできるのは。キーリカで見たのとは全然違っていた。静かで優しい夕日だった。何してるっすか。綺麗だよな。こんな風に穏やかな世界でね、毎日
ニコニコして暮らせたらいいのにな。ユーナがシーンを倒せばそうなるんだろう。また新しいシーンが生まれちゃうけどね。そうなったらまた倒せばいいよ。そうできたらいいな。ユーナならできるって。他の召喚士に負けんなよ。でもなんでシンは復活するんだ。シンは人間に与えられた罰だから。罪が許されるまでシンは消えないの。どうしたら罪は許されるんだ。だいたい罪ってなんすか。ああ機械使って楽したことか。ああでもそれってそんなに悪いことか。変なの。ん？小さな頃から当たり前だと思ってたのに。悪いから悪いと思ってたけど本当はわからない。知らないことたくさんあるんだ。それじゃあ俺と一緒だ。召喚士がそんなことではいけませんぞ。似てた似てた。ダメだよそんな失礼なこと。あのさ、試合中は試合のことだけに集中しないとピリッと動けないんだ。ああ最前列右から5番目の女の子かわいいとか、デートするならどこ行こうとか考えてると負けちゃうんだよな。だからユナも先のことは後でゆっくり考えるっすよ。めんどくさいこと考えるのはシーンを倒した後でいいだろう。そうだね。でもさ、あんなでっかいのどうやって倒すんだ。究極召喚、真を倒しうる唯一の力、究極召喚。その力を身につけるのが私たち召喚士の旅の目的なの。究極召喚の祈り子様は北の果てで召喚士を待ってるんだ。最果ての地、ザナルカンド。ザナルカンド？勘違いするな。千年前に滅んだ都市の遺跡だ。本当に遺跡なのか？そう聞いてるけど。信用できなければ自分の目で確かめることだな。ユナ、そろそろ中へ入る。ザナルカンド、一緒に行けるかな。うん、行く。ザナルカンドへ行って自分の目で確かめるよ。それは俺のザナルカンドじゃないって確かめたかった。Thank you.
ぬやはみは。ああ、これは申し訳ない。すまないというつもりが、ついアルベド語が出たようで。あんた、アルベド人なのか。私はリン、この店のオーナーです。マギレヤキセ。え、はじめましてという意味ですな。ああ、じゃあ俺も、マギレヤキセ。もし興味があれば、アルベド語学習用の本がスピラのあちこちに置いてあります。それを見つけてアルベド語をマスターするのも楽しいですよ。お近づきの印に一冊進呈しましょう。でもあんまり得意になって話すと嫌われるかもしれませんね。ああ、アルベド人は嫌われてるみたいだもんな。あ、やべ。万面派よすべ。おい、出番だ。魔物を倒すんだろ。え？おお、それはありがたい。これを使ってください。あ？チョコボ乗り場へ行くわよ。
せっかくですから、皆さんチョコボに乗りませんか。魔物退治のお礼を兼ねて、初回に限り無料にさせていただきましょう。お乗りになられるのでしたら、こちらの者に声をおかけください。ありがとうございました。助かりました。